やってまいりました。筑波サーキットです。土屋さん、雨です。ウエスト路面です。いいね、雨俺好きだね。ですよね。もう雨といえば土屋圭一ってぐらいですもんね。もう雨の土屋圭一もそうだし、はい、N2 もそうだし、はい、雨好きだね。雨しか勝てないっていうね。あ、ごめんなさい、違います、ごめんなさい。今日の企画はですね、ウエットで四駆に勝てるのかバトルです。勝てるね。お、さすが。勝てるね。言い切りましたね、今。はい、モテギみたいな、ああいうストップアンドゴーだとやばいね。あ、なるほど、トラクションで、ね、ドーン、はい、ドーンっていくから、はいはい、だからこういうね、はい、スピードが乗るようなところは、はい、割と勝負になるね。勝負になりますか。なるね。 N2 持ってこようか。あ、なんかあれですね、調子こいてますね、だいぶ。雨はね、雨はいけんじゃないの。調子こいてますね。さすがですね。それで、まずですね、最終コーナーのスピードに注目をしてみたいと思います。あ、4区は最終コーナーアンダーだね。お、さすが、そうきましたか、うん、ということで土屋さんにはまずエントリー車全部に乗っていただきたいなと思います。乗ってやろうじゃないの。なんかすごい機嫌が良いですね、今日は。ウエットは俺好きなんだ。こういう路面が大好きですよね。この間のエルツもこんな感じでしたもんね。いいね。こういう感じからね、ドライになってね。めっちゃいいね、行ってみよう。つくばに5台のマシンが集結。まずは 4WD マシンが2台。そして FR が1台とミドシップが2台。この車たちで当初狙っていた企画は雨のため変更。雨で四駆に勝てるのかという企画に。しかし雨が止み、路面がどんどん乾いていく方向となった。そこで企画を戻すことに。その名はつくば最終コーナー番長決定戦。最終コーナーの計測区間設定は、最終コーナー入り口 50m 看板を計測開始ポイントとし、計測終了ポイントは最終コーナー出口の縁石のほぼ真ん中あたりとした。加速区間をなるべく減らし、純粋にコーナリング区間を重視するための区間設定。計測方法はこれ、デジスパイスだ。エントリー1 GTR ニスモ。 GTR ニスモは国産最速のノーマルカー。このマシンに近いラップタイムのチューニングカーを今回は集結させた。その基準となる走りをまずはチェックだ。さあ、 GTR ニスモ600馬力 1740キロです。路面はハーフウェットです。やばいです。雨は止んだものの、路面はまだ安定しない中、アタックへ。タイヤはニスモ専用の浅溝ダンロップを装着。今回のエントリーカーの中でもパワー的に一番大きいのは GTR だが、 80R では乾ききっていないためまだ踏み切れない状況だ。最高速は201キロをマーク。さあ、最終コーナーはどうか。アンダーステアがなかなか収まらない。重さで持ってかれるな、最終コーナー。他のところはフットブレーキでこう荷重移動で曲げられるけど、最終はちょっときついな。1740キロ押してっちゃうね。最終怖えよ、めっちゃ怖え。濡れてて、いや、やっぱ1740キロが最終コーナー押してっちゃうよね。軽い車じゃ
あんまり感じなかったのが、やっぱこういう1740キロになると最終コーナーが押してっちゃうね。エントリー2、ボス WRX STI。 今回の仕様は、通勤快速部門、一応あの購入も取れてるし、エアコンもついてるし、無計量です。ターボもちょっと大きいやつに変えて、今日がシェイクダウンです。まあ四駆なんで、何とも言えないところなんですけど、センターデフだけノーマルで、フロントとリアデフは、機械式が入ってますんで、まあ条件によっては大安打になる可能性もあるし、うまく入れば、巻き込んでいくんで早く回れる可能性もあると思います。続いてボスの WRX STI、 500馬力の1480キロですよ。ブレーキ結構甘いわこれ。GTR より260キロも軽いだけあって動きが機敏だ。軽い。加速も鋭い。しかし息つき症状が発生。動きが軽いね。息つき症状が原因か、最高速は伸びず184キロ。結構いい車、これブレーキだけ怖いな、ちょっと甘い。仕上がりは結構レベル高い。アクセルオンでギューッとアンダーを消してくれる、巻き込みをする。でケツが出るわけじゃない。参考 GTR に比べると1480キロっていう軽さがものすごく、こういう路面ハーフウェットの路面だと効いてくるよね。最終コーナーもうアンダーは出るんだけど、もっと高いスピードでのアンダーだよね。 GTR はやっぱ重いからアンダーしか出ない。これはね、スパンスパンと曲がってくる。ただエンジン息つきするね。あれバッコーンみたいな。エントリー3、ルート KS NSX。 一応はエンジンとは何も前からあまり変わってないんですけど、今回軽量化でフルドライブカーボンで、大体70キロぐらい軽くなって、今1030キロですかね。でそこがまあどう影響するかって、まあ、筑波も今回フルドライカーボンになってから初めてなんで、まあちょっと楽しみなところですかね、はい。あとはドライバーさんが上手に走っていただければっていう感じですね、はい。今回タイヤはスリック以外で各社自由とした。元祖 NSX 使いでもあるドリドリがアタックへ。エンジンはノーマルのため330馬力だが、この車の注目はやはり軽いボディ。車重はなんと1030キロ。 S0 をベースにドライカーボンのボディキットを装着。 ABS 以外の電子制御もなく、パワーステもない。まさに自分にスイッチを入れないと早くは走れないマシンだ。
最高速は184キロをマーク。さあ最終コーナー4区に勝てるのか。ミドシップ NSX の区間タイムは8秒8をマーク。早い。まだいけるわ。やっぱ久々に NSX タイプ R 乗るとああこんな感じだったなっていうね、結構安心しきっていけるよね。面白い。エントリー4チェックショップケーマン GT4。 基本市販車ベースでエンジン案内でジオメトリーと足回り全般でどのくらいタイムが出るかをやろうかと。 GT3 は結構雑に乗っても曲がるんですけれど、テーマはやっぱり真ん中エンジンあるんでブレーキ入っていったりするとオーバーが出やすいんですよね。だからちゃんと手前でブレーキを終えて綺麗にハンドル入れて早めのアクセル入れていってケツ安定させるようなセッティングしていった方が大体タイムが出ます。GT4 は初めて乗りますね。ホットバージョン初登場、ケーマン GT4 クラブスポーツ。エンジンは385馬力、車重は1350キロと決して飛び抜けた性能ではないが、走りを楽しめるミドシップかどうかを今回は見極めたい。さあどうか。最高速は189キロをマーク。その評価は作るなっていう感じ、フロントだけ逃げるのは。リアはそんな怖いことない、いい車だよ。エントリー5電動入り魔王。サーキットはサーキットでパワー上げれますから ね、パワー上げるとタイヤがねどうしても太い方が有利になるので、で052っていうタイヤが結構太くても面圧がかかるんですね。なんでね、やみくもに太いのがいいんじゃないんですけど、052の場合は全然有利です。だから今日はなんかちょっと楽しみにしてます、さあ魔王行ってみます。はや、魔王にとって久々のつくば。さあどうか。なんだ強い。80R で息つき症状が発生。おっと厳しいか。
最高速は203キロをマーク。なんだやだね、フロント全然軽いなこれ。フロント全く入らない、ドアンダー。どうしちゃったの魔王。エンジンをばらつくし、あとね、いやパワーはあるんだけどエンジンがばらついてパッパッパーみたいな。あとはフロントが全然グリップしない。どうしちゃったのっていうぐらいフロントが全くグリップしないわ。今回ねフロント2軸リア3軸なんですよ。なんでおそらく押されるんですかね。最終コーナー番長はどのマシンがゲットするのか、速さと気持ちよさの両面から見てみることに。さあまずは一番気持ちいいのはどのマシンなのか。筑波サーキット最終コーナー気持ちいい番長、千田さんに電車に乗っていただきましたが、ここで千田さんに気持ちいい番長をちょっと発表していただきたいなと思いますが。気持ちいい番長。気持ちいい番長、はい。気持ちいいっていうのはね、はい、あるね。ありますか。あるね。お、来ましたフリップ。じゃじゃーん。お、1位テックショップポルシェ。やっぱポルシェですか。乗りやすい。この路面だよ、ハーフウェットの、はいはい、そこで怖さがない、はい、ないない、これはだって本当にライトチューニングだからね。まあそうですよね、本当にあの軽量化とサスペンションぐらいですね。そう、誰でもできるチューニングですよ。確かにそうですね、はい。2位、2位、はい、これね同等なんだよ俺の中で、まあ、NSX やっぱ来ましたか、うん、はい、NSX はやっぱりね、うん、NA2 に関しては、うん、フロントのこう信頼感が半端ねえ。もうずっとピタッとこうフロントが来るから、はい、あとは後ろが来るかどうかだけで判断できるからさ。でまたワイドトレッドになってるじゃん、はいはい、GT 選手権みたいな、はい、だから割とね安心。最終コーナー気持ちいい。でストレートスピードはねやっぱエンジンノーマルだから出したことはない。エンジンノーマルなんですね、うん、だけど、はい、側でこう押さえつけてるから。あ、なるほどね、最終コーナーみたいなねやっぱ3速4速のコーナー、これは気持ちいいね。この2台はね気持ちいいですね、うん、でもやっぱこう見るとやっぱミッドシップがちょっと上位に来てますね。来てるね、はい。びっくりしたのがね、うん、ボス WRX STI 高いですね。3位3番これね4区の中、はい、4区で俺あのハーフウェットだから、はい、だーせダメだろうと思ってたな。ドアンダーで、うんうん、全然ビュンビュン曲がってくの、アクセル入れたらギューって曲がるゴンからすげえ気持ちいいんだよ。だから最終コーナーの特にこう苦手なわけじゃん4区って、はいはいはい、これがね気持ちいい。やっぱこの辺はタイヤの進歩もあんのかもしれないですね、うん、だからまあタイヤと一緒にこう、うん、車もね、進化していったんだろうね、はい、サスペンションと、うん、ちょっとびっくりした、うん、なんだろうこれ。息つき症状が発生するも最終コーナーの気持ちよさからは新たな可能性が見えてきた一台と言える。でね、魔王は意外とちょっと回に沈みましたね。魔王はね、うん、これに比べると、うん、進入同じように入っていくと、うん、アンダーで曲がっていかない、うん、だからバランスがいまいち取れてないんだろうね。なるほど。それとね、エンジンがバラつくのね。あ、吹けない、バッ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 みたいな。GTR はこの路面だとかわいそうでしょ、まあ、そうですね。唯一後方車のスタンダードですから ね、はい、でやっぱり1740キロっていう重さが、はい、この路面には全く無理でしょ。なるほど。
じゃあ実際に土屋さんのインフォメーションを数字化した結果がこちらでございます。ほう。やっぱね、土屋さんが言うようにまず全体的に見て区間タイムで見ていくと、うん、チェックショップのポルシェがやっぱね区間タイム一番早いんですよ。早いね。でまあ、区間タイムで言うと2位に魔王が来てますけど、うん、ルート KS、うん、こういう感じでやっぱストレートスピード最高速、うん、こちらさんが言うようにフィードの FD だけ200キロ超えてます ね、 早いね、はい、で次に来るのが GTR やっぱ200キロ超えてます。早いね、はい、でルート KS とか確かにエンジンノーマルということでやっぱ184キロ、うん、でチェックショップポルシェも189キロと、うんうん、いう感じ。これ結構面白いですね。でこのボトムスピード、そのスピードこれかこれが面白いねえ、うん、GTR かわいそうだね。そうですね、ボトムスピード一番速いのは NSX が131キロ、はいはい、やっぱこう空力で押さえつけてるから気持ちいいよね。この辺だから、ポルシェも126キロで速くて、はい、やっぱ GTR とかはちょっと遅いかなっていう。先ほどの土屋さんのこのフリップに対してこの数字がこう的確に出てるのがちょっと面白かったですね。フィーリングと数字がこう重なるっていうね。そうだね、さすがですね。さあ決勝行ってみますかね、はい、見えますかねこれね。あ、照明タップだね。そうですね、そうそうそう、ナイターステートもありますね。そうそうそう、はい、じゃあ行ってみますかね、はい、どうぞ。バトルに向けて各社タイムアタックへ。久々登場のたけしがニスモを担当。600馬力もある車、まあ、でもメーカーチューニングなんでね、その仕上がりの良さを見てみましょう。お、速っ。速いっすよ、速いです。ノーマルシートじゃ無理ですこれ。わお。いつもに乗るのは初めてのたけし。さあ、アタックへ。重たい車はつらい。して最終コーナーも結構なフルブレーキングだもんね。もうダメだタイヤが。タイムは1分1秒954。やっぱりね、600馬力1740キロっていうのは直線はね、えらい迫力あるけど、コーナーがどうしてもこう苦しいかな。もうタイヤが持つのが本当に一周も持たないような感じで。ただでもやっぱりこのしっとり感は、その特に足回りのこのしっとり感はすごいなっていう仕上がりの良さは感じますね。で、600馬力も本当にまんべんなくいろんな回転に、まあ、扱いやすさを感じるんで、これもすごく、まあ、ワークスの、仕上げ、そんな感じがしますね。最終コーナーはアンダー、オーバーでいったらどうですか？クッソアンダーです。クッソアンダーです。やっぱ重たいね、重たい。ただ馬力のその馬力で持っていくっていうのはやっぱすごいなと思う。ルート KS の NSX は開発ドライバーでもある酒井選手が担当。
タイムは1分1秒593。最高速が10キロほどちょっと遅かったので、ちょっと今そこを改善しようかっていうところですかね。旋回能力は上がってるんですけども、一周回ってくるとちょっと得してる部分と損してる部分と、ダウンフォースが多すぎるかもしれないですかね。ボスの WRX は佐々木選手が担当。なんとこの日のベストタイムをマーク、1分0秒172。そしてオリラーはチェックショップのケーマン GT4 を担当。アタックへ。このマシンの良さを引き出すチューニングポイントの一つがミッションだ。ホリンジャーのクロスミッションを採用することで、バックストレートではきっちり5速まで入っている。タイムは1分0秒991をマーク。車は本当にこうミッドシップらしい動きなんですけど、まだ多分ね、こうこれからの感じでもっと決まるもっと速くなりそうです。すごい面白い。つくば5ラップスバトル。グリッドは逆ポール順。さあ、DTR ニスモ、ワークスチューニングの車なんで、まあ、ちょっとね、重いんでね、どこまで抑えるか分かんないんですけど、まあ、ちょっとブレーキ触りながら、できるだけやっていきたいと思います。 NSX が2番グリッド。ちょっとストレート一番遅いんですけど、頑張ります。オリダーが3番手。はい、チェックチョップ GT4 担当のオリドです。かなりね、このケーマンスパルタンの仕様で、ケーマンをここまでやるかってぐらいこうチューニングされてる車なんでね、非常にね楽しみです。ただちょっとゼロスタートは4分にやられちゃうかな。頑張ります。ドリドリが4番グリッド。これは面白いバトルになってきたね。魔王に挑戦するとんでもない車たちっていう感じですね。佐々木選手は最後尾から追い上げる。はい、オートプロデュースボスさんちの WRX です。この濡れた、ちょっと濡れた路面にね、この四駆がうまく、相性が良ければ絶対勝てると思います。予選もね、こうやってポール取れたんで、このまま決勝も優勝したいと思います。応援してください。オートマなんでスタートは失敗しないはず。四駆か FR かミドシップか、バトルスタート。スタートダッシュを決めたのはオリダー。なんとトップで1コーナーへ。リプレイはそのオリダーから。抜群のスタートを決めるオリダー。早いな、みんな。なんだあのケーマン。おい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 。ケーマンが一歩逃げる展開。
これにたけしの GTR が続く。しかしその GTR が狙われる。いや全然無理よ。ドリドリは4番手が、その前方から何かが飛んでくる。なんだ、なんか壊れたな今。3番手に上がった佐々木選手がここで仕掛けるか。いやいやいや、最終コーナーは NSX が速い。ちょっとコーナーアンダーだな。2周目1コーナー、出して。こっちは息つき症状が治らず、ドリドリにとっては苦しい展開。ケイさん、なんかちょっと調子悪い？追い上げたい佐々木選手。しかし引けない。あ、なんかブーストもかかんない。あ、ダメだ。ダメだ。最終は離れてちゃう。加速で追いつけ。筑波の最終コーナーはバトルを制する上でも重要。そう、最終コーナー番長イコール筑波番長とも言えるのだ。ドリドリの評価通り、2台のミドシップがその差を広げていく。ここでブーストもかかんなくて、シフトアップした時に吹けなくなっちゃって、その症状が大きくなっちゃったんでやめました。はい。ちょっと近づいてきたよ。困ったな、吹けねえよ。最終コーナーアンダー、これも吹けない。バトルは4周目に突入。オイラーはトップを守りきれるのか。立ち上がりではKマンが早い。しかしいい勝負を見せる。一つのミスも許されない展開だ。かっこいい、トップ争い。そしてこっちはついに決着か。さあバトルはファイナルラップへ。魔王の頑張りもここまで。ドリドリは4位へ後退。残り半周、どうか。2部屋でさせればチャンスはある。刺すまではいけない。これで勝負あり。バトルはチェックショップ
ケイマン GT4 が取った。思いのほか NSX が早かったな。食べれなかった。サーブも打てなかったのが偉かった。最終コーナー気持ちいい選手権バトル終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろおのおのトラブルが出たようですが。早いね、この路面で。そうですね、あの優勝はティックショップ GT4。優勝です。おめでとうございます。2位は NSX。はい、レベルがね、高いよ。ちょっと高いですね。GT4 はね、あれ結構いいんだよ。GT4 いいですね、あれ。うん、あの、なんだろう、あの基本的にはスタンダードでサスペンションと軽量化だけやってて、うん、そこまで外れちゃうんだなって。乗りやすい。パッチがすごいですね。うん、すごいな。で、NSX が今回の決勝のベストラップで、1分フラット4。早い。決勝中いきなり1秒以上速くなってる、うん、なんか理由あるんですか？急遽ちょっと、うん、内圧をだいぶ上げまして、うん、グリップ無視で、うん、抵抗値をちょっと減らそうってことで突貫で内圧を上げてタイムを上げたわけですね、うん、すごいですね。千葉さんのあのフィールドか魔王か魔王はね、うん、なんかもう機嫌悪くなって、機嫌がブッ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 ブーとかさ、魔王らしく出しからぬ、なるほど、終わり方だったね。たけし選手が乗って、うん、いつも GTR だけです、唯一スタンダード、あーそう、候補者、候補者、うん、それで、予選っていうか、あのタイムアタック濡れてる路面で1秒9で、うん、決勝中もでも2秒台でずっとラップしてます。安定してるよね、うん、純正で筑波を2秒台で5周走るってなかなかないですよね。ないないない。これ本当にあの当時のグループ A とか考えたらありえないタイムですよね。ありえないタイムですよね。ボスさんのは WFX、うん、決勝中も、うん、あの吹けなくなってしまって一緒だね魔王と一緒だね、はい、吹けなくなった。なるほど。チューニングはしょうがないね。そういうこともある、はい、レベルが高いバトルですね。はい、はい、ということでした。